俺にしてもまあまさかあのキララが勝負下着が欲しいなんて相談してくるとはね。もういいでしょ、学校からここまで散々笑ったんだから。やっぱ相手は他校の人？え？うちのクラスの男子はみんなまだガキだからね。違うって。じゃあ大学生とか？わ、際どければ際どいほどいいの。いいじゃん、どうせ好きな人にしか見せないんだから。別に私は好きな人に見せるわけじゃないし。また入ってきたのか、ルンバ。これからすることは絶対に黙ってて。言っとくけど、変な期待しないでよね。だからって絶対こっち向かないでね。わかってるよ。